前回のビデオでマザーボードの組み立てと Windows 11のインストールを紹介しました。使ったのはインテルの i5-13500 と ASRock B760M Pro RS-D4 です。今回クーレークーラーを付属のものから市販品に交換しました。使ったのはサイズ社の虎鉄マーク3です。4000円以下で買いました。さらに BIOS の設定を変更して CPU をブーストしました。変更したのはこの2箇所のみです。その結果シネベンチ R23 マルチで 40% 以上の性能向上がありました。まず前回取り付けた付属の CPU クーラーを取り外します。クリップを回転させるだけで簡単に外せます。グリスを塗布します。これはクーラーに付属のグリスです。マスキングした後カードで伸ばしています。バックプレートを取り付けます。 LGA1700 はネジを外側にします。落ちてこないようにテープで仮止めします。LGA1700 用のスペーサーを取り付けます。プレートを取り付けます。ナットで固定します。フィルムを剥がします。ヒートシンクを固定します。両方のネジを交互に締めていきます。ファンにクリップをつけておきます。これをヒートシンクに取り付けます。ファンの溝に引っ掛けます。CPU ファンのコネクタを接続したら完成です。新しい BIOS が来てたためバージョンアップしておきます。バージョン 3.11 になりました。アドバンスモードからオーバークロックを選択します。説明が間違ってますが電圧を落として発熱を抑えます。レベル1で動けばこれでいきます。次にベース周波数を上げます。ここでは最大の 145W にしています。設定を保存して再起動します。シネベンチを動かす前に実行オプションを確認しておきます。詳細設定で管理者として実行がオフになっていればオンにします。これをやっておかないとベンチマークスコアが落ちるようです。今回はコアテンプで温度監視もやってます。このソフトでベンチスコアが100程度落ちますが動作周波数の確認もできます。
まず1回の計測をやってから10分間の計測もやってます。60倍速で早送りしてます。145W、 10分間で 26,63 のスコアが出ました。ワット数を変えて測定したのがこの表になります。パフォーマンスがあまり落ちずに、省電力な 110W とかも良さそうです。よろしかったらチャンネル登録お願いします。